皆さんこんにちは、ひなたです。今更なんですけど、登録者数ついに50万人達成しました。本当に本当にありがとうございます。私が今 YouTube を始めて4年目になるんですけど、始めた当初はまさかこんなにたくさんの方に見ていただけるとも思ってなかったですし、本当に感謝でいっぱいです。なので今日の動画は、いつも私の動画を見てくださってる皆さんからいただいた質問だったり、自分について話したことがあんまりないなと思ったので、今日はちょっと Q&A 形式で私の自己紹介だったり、普段どんなことしているのかっていう話もできればなと思ってます。で、普段私の動画を見てくださってる方で外国籍の方も多いので、ちょっとずつ英語を混ぜながらできればと思います。Thank you guys so much for subscribing and watching my channel. I recently hit 500k subscriber, and every time your comments, your likes just cheer me up and it really pushed me forward to make more videos. So I'm super grateful and thank you guys so much, and I will make more videos, so I hope you guys enjoy it. So for today, I'm gonna film my Q&A video because I never really talked about who I am or what I do.So it's just gonna be like my self-introduction and then also a recently asked question. So let's get started! まず質問一つ目、名前、国籍、年齢です。はい、まず名前はひなたです。で、国籍は日本で、年齢は今年26歳です。My frequently asked question is my name, my nationality, and my age. So my name is Hinata. I know the name is Hinafit, but my full first name is Hinata.And my nationality is Japanese and my age is 26. あとよく聞かれる身長と体重なんですけど、身長は確か前測った時167センチで、体重は最近ほとんど測ってないんですけど、50から52キロあたりをうろうろしてます。 So my next question is my height and my weight. My height is around 167 centimeters, and my weight, I don't usually weigh myself, but I think it's around 50 to 52 kilograms. はい、で3つ目の質問は、今どこに住んでるの、どんな仕事してるのっていう質問なんですけど、私は今マレーシアのクアラルンプールというところに住んでいます。で、仕事は、フィットネス系の会社で働いてるんですけど、前まではトレーナーと、あとマーケティング関係の仕事をしてたんですけど、今はそのマーケティングの方を中心にしています。で、あとは副業、副業って言ったらあれですけど、この YouTube をやっています。So next question is where I live, what I do for a living. And now I'm living in Kuala Lumpur, Malaysia. And my job is, I used to do personal training, but now I'm more focused on marketing. And I work in a fitness company. So this YouTube is like my side hustle that I love. So I do have a corporate job and also this YouTube.続いての質問は、なんでマレーシアにいるのか、マレーシアで仕事を選んだ理由はっていう、よく聞かれる質問なんですけど、一つの理由としては、私はずっと英語を勉強してて、将来いつかは英語を使って海外で仕事をしてみたいなっていう思いをずっと持ってたんですね。で、そんな時なんかいい仕事ないかなっていう風に探してた時に、転職エージェントさんからマレーシアでこういう仕事があるよっていう風に紹介していただいて、でフィットネス系の会社だったので、フィットネスのお仕事にも携わりたいなっていう風に思ってたので、そのフィットネス関係の会社かける英語を使って海外で仕事ができるっていう、結構私的にドンピシャなお仕事を紹介していただいたので、これだと思って今ここにいるっていう状況です。マレーシアのいいなって思うところは、やっぱ英語が通じるっていうのが結構一番にあります。東南アジアの国でも誰と喋っても英語が通じるってなかなかないと思うんですけど、マレーシアはね、ほとんどの人が英語を喋れるので、英語さえできれば全然苦はないかなっていうふうに思うのと、あと人が本当に優しいです。すごいフレンドリーな方が多くて、なんかちょっと目が合っただけでもニコッとしてくれるような国民性もすごく素敵だなと思ってます。あとね、マレーシア人すごく自己肯定感高い方が多いです。これもめっちゃいいなって思うところで、例えば私の友達とか同僚の方って絶対に自分の携帯のロック画面が自分なんですよ。私ホーム画面も自分っていう、なんかめっちゃいいなと思って、最初はちょっと衝撃でした。なんか電車とか乗ってても前に座ってるおばさんとかの携帯がちらっと見えたりするんです。それも基本みんな自分、結構ドアップの自分とかで、なんか自分大好きな国民性がもうマレーシアの魅力の一つだなと思ってます。あとは治安もいいですし、一年中温暖な気候っていうのがちょっと寒がりの私にとってはすごく合ってるなと思います。あとはそうですね、地震とかもないですし、台風もあんまないし、あと物価も日本に比べると安いので、すごく住みやすいかなと思います。でマレーシアって主に3つの人種の方が住んでいて、3つの文化が本当に入り混じってるので、すごく面白いなって思うことが多くって、でマレーシア人と、あとインド人と
中国人がすごく多いんですけど、祝い事とかは、ね、全部祝うんですよ。なんで祝日がすごく多くって、新しいことがいっぱいですごく楽しい。マレーシアに行くの怖くなかったっていう質問もあったんですけど、行く直前までは本当にこの判断が正しかったのかとか、不安ももちろんすごくあったんですけど、でも私は人生でやっぱ後悔だけはしたくないなって思って生きるようにしてるので、やっぱ人生一度きりだし、やりたいことは全部やって生涯終えたいって思ってるので、やりたいなって思ったことにはね、恐れず挑戦しようと思って来ました。で、私はよくなんかチャレンジ精神とか行動力すごいですねってありがたいことに言っていただくこと多いんですけど、なんでそういうなんか考えとか行動しようって思うようになったんかなって考えた時に、結構お話が戻って学生時代の頃に戻るんですけど、私学生時代の頃本当に自己肯定感が低くって、なんか自分のしたいことをあまりできなかった学生時代だったんですね。できなかったっていうか、周りの目とかをすごい気にしちゃう性格で、今もそれはまだあるんですけど、昔はもう本当になんか周りがどう思うかとか、自分がやりたいことよりも周りの評価とか周りの目をすごい気にしちゃって、自分のしたいことができなかったっていう過去があります。やってみたいなって思った部活とかも周りになんか言われるのが嫌だなって思ってできなかったり、なんか自分のやりたいを押し殺して生きてたんですよね。その時に本当にあれやればよかったな、これやればよかったなっていう後悔がずっと残ってるので、その後悔を持ったままずっと生きたくないなっていうふうに思って、まあもう逆にその時があったからこそやりたいことを全部やるようにしてるっていうのはあるかもしれないです。で、私はそう筋トレでボディメイクをしていくうちに、やっぱ自分にすごく自信を持てたので、やっぱ何するにおいてもやっぱ自分に自信があるって強いじゃないですか。やっぱ自信さえあれば何でもできると思うんですよ。私、まあ自分を信じることだし、自分を信じるって自分を好きじゃないとできないなって思うから、私にとってそのボディメイクが一番自分に自信をつけるツールだったから、だからね、もう本当に学生時代って一番やりたいこと無限大だし、何やっても OK な時なので、学生のみんなはね、本当に周りの目は気にせず自分のやりたいことをね、全部挑戦してほしいなと思います。本当に昔の自分にめちゃくちゃ言いたいことです、これは。まあちょっと話は脱線しちゃったんですけど、マレーシア最初来るのは、まあ、怖いっていうか、留学以外では初めての一人での海外生活だったんで、私お仕事だし、まあ、もちろん不安もあったんですけど、なんか女性のキャリアアップのために好きなことをして頑張れるっていう姿をみんなにもお見せして、皆さんのモチベアップになるような存在にもなれたらいいなっていうちょっと思いもあってるので、今はこういう発信とかもね、自分の考えとかももっと発信していきたいなっていうふうには思ってます。なんでこのマレーシア生活とかは YouTube 以外でもインスタの方でもね、ストーリーズとかでよく載せてるのでね、ぜひインスタのフォローも待ってます。続いて YouTube を始めたきっかけはっていうところなんですけど、 YouTube はねずっとやってみたくって、 YouTube 見るのはすごく好きで、いつかやってみたいなっていう思いはずっとあったけど、何を発信しようとか、どんなチャンネルにしたらみんな見てくれるかな、興味持ってくれるかなっていうふうに考えてた時に、まあ、アメリカ留学に、でその留学中にもうボンって7キロほど太ってた過去があって、 YouTube を見て筋トレをまず始めたんですよ。その時見てたのが、海外のフィットネス系 YouTuber さんのエミウォングさんっていう方なんですけど、その筋トレ動画がねめちゃくちゃ楽しくって、なんか YouTube 見ながら家で気軽にできるのもすごいいいなって思ったし、毎日続けられたんですよね。でその時は日本での筋トレ YouTuber さんそこまで多くなくって、特に女性で、だからなんか私もこういうのできないかなっていうふうに思って発信を始めてみたっていうのがまず最初のきっかけです。で筋トレ始めていくと、まあ3週間1ヶ月2ヶ月とか経ったら少しずつ体がやっぱ変わってくるんですよね。自分が頑張った分だけ体って変わるんだっていうことを知って、もうめちゃくちゃ楽しいなってそこでスイッチが入りました。それまではね、で食事についてそこまで気にしてなかったんですけど、なんであんまり知識もなかったし、まあ、ただ炭水化物夜カットするとか、まあ、食べる量を減らせば痩せるでしょっていうだけで食事もやってたんで、そこでちょっと食事についても勉強したいなって思って、そこで栄養についてとかも勉強し始めました。その時にやっぱりタンパク質ってやっぱ筋トレにおいてとか、筋トレ以外においても体にとってすごく重要なんだとか、炭水化物って良くないとか太るって思ってたけど、実際体のエネルギー源になるし必要なものなんだっていうのもちゃんと分かったので、なんかこの正しい情報っていうのもね発信していきたいなっていうふうに思いました。今ってネットで調べても本当にいろんな情報が出てくるし、どれが正しいかも分からないし、細くてスタイル抜群の子が食べないダイエットで成功してるとか、この薬を飲んだら痩せましたって言ってるのを見ると、あそうなんだ痩せるんだって思ってそれに飛びついちゃう子もすごく多いと思うんですよね。でもそれは長期的に見ていい
ダイエットなのかとか長期的に見て健康なのかって考えるとそうじゃないなって思うし、痩せやすい体を作って普段これだけ頑張らなくてもちょっと頑張ったら引き締まるとか、まあ、普通に好きなものを食べても引き締まるっていう状態に持っていくのが一番いいと思うので、私はその痩せ体質を作る筋肉を程よくつけていいものを食べて引き締めて代謝をアップすることによって普段しっかり食べててもそれほどバンって太ることはないし、筋トレ頑張るとシュッと痩せていくっていうような痩せ体質作りが一番大事だと思うので、ちょっとそれを意識した発信をね普段も心がけてます。なんかみんなが継続できるような動画作りを心がけてるんですけど、できるだけ毎日できるようなあまり長くなりすぎないような動画だったり、なんか毎日聞きたいなって思うようなね心地のいい BGM だったりとかをできるだけ意識して作ってるんですけど、もし皆さん何かもっとこうしてほしいとかあればね、コメント欄でぜひ教えてください。次の質問はおすすめのダイエット方法について教えてくださいっていうのなんですけど、長期的に見て一番苦労しないのはシンプルだけど食事に気をつけて筋トレを頑張るっていうのが、はい、答えかなと思います。まあ、ダイエットって言ってもただ細くなりたいっていう方もいると思うけど、多くの方は引き締めてスタイルいいようなスタイルアップしたいっていう方が多いと思うんですね。でそういう方はやっぱ筋トレはねぜひ取り入れていただきたいなって思います。私ももともと寸胴体型で全然なんかカーブがないドンっていう体だったんですね。カーブがない上に肩幅が結構大きいので結構不格好なスタイルだったんですよ。なんですけど肩幅が広い分お尻とか足をしっかり鍛えることによって肩とちょっとバランスを取るっていうことによって少しちょっとこのカーブ感っていうのが出たし、腹筋もしっかり鍛えることによってちょっとずつくびれが出てきたので、くびれを出すとさらにこうカービーまではいかないですけどスタイルがよく見えるようになったんですね。なんで自分の元々の骨格ももちろん皆さん違いますし、なりたい骨格になるためには鍛える部位も違うなっていうのは私は思うので、そう自分の骨格を見極めてどこを鍛えたらスタイルよく見えるのかなっていうのを意識すると結構理想の体に近づく近道になるんじゃないかなと思います。もう私の発信してる宅トレとかだと家でも手軽にできるし、ジムトレだけが正義じゃなくて私も最初は宅トレだけでダイエットしたし、宅トレでも全然継続すると体は変わってくるので手軽に始められるからねすごくおすすめです。食べ過ぎちゃうのは良くないんですけど、まあ、たまにはご褒美として好きなものを食べるのもいいと思うし、ストレスをためずに自分が続けられる方法で、でも時には自分に厳しくっていうのもね大事になって思ってます。私的にボディメイクとか食事に気をつけるってなんか自分のためになって自信をつけるのはそうなんですけど、自分で自分をすごく大切にしてるっていう感覚があって、それがすごい好きというか、自分の心のケアもちゃんとできてるなって思うんですよね。自分にいいことをしたらその選択をした自分のことも好きになるし、なんかポジティブな循環が回ってくと思うんですよ。まあ、自分だけは自分のことを大切にしてあげようっていうマインドで生きてます。あとはやっぱりこうモチベになる存在を私は見るのがすごく好きで、例えば K-POP アイドルもそうなんですけど、私の動画でよく K-POP アイドルを絡めてるのはその自分の理想像がいることによって私も頑張ろうっていうモチベになるし、その子たちが頑張ってる姿とか頑張ってるメニューっていうのを自分もやったら、アイドルもあんなに大変なのにこの筋トレも頑張ってるんだ、じゃあ私も頑張ろうっていうモチベアップに私はなるので、なんか皆さんもそういうモチベアップになるんじゃないかなと思って絡めてます。でも決して K-POP アイドルと自分を比べないでは欲しいなと思います。それは全く別問題っていうか、比べて欲しいんじゃなくてちょっとでもその理想像があった方が頑張れる方が多いかなって思うので、そう、そのモチベ継続維持のためにアイドルとかを見ながらやるのはいいかなと思います。続いて英語の勉強法はっていう質問なんですけど、私はまあ両親が昔ワーホリに行ってたり留学に行ってたりっていうことで、昔からちょっと英語を習わせてもらってたり、ちょっと英語に触れる機会が多かったので、中高も特に英語に力を入れてる学校に入ったので、そこで毎日英語の勉強をしてたっていうのがあります。なので基礎はそこで学んで、実際のスピーキングとかが一番伸びたなって実感したのはやっぱり大学時代にアメリカ留学に行って交換留学だったので、もうそのまま現地の大学にポンって入れられた感じなんですね。なのでもう本当に最初は授業も全くついていけなくってやばいやばいってなってたんですけど、あえてそういうちょっと厳しい環境に1年いたからこそ私の英語力もすごく伸びたかなっていうふうに思います。だからね、全然喋れない状態でも実際もう英語しか使わないような環境に行くと喋れるようになるので、
それが一番早いなとは思うんですけど、基礎っていうのはしっかりその単語帳だったりで勉強して頭に入れてから、外国籍の方がたくさんいるバイト先とか外国人が多い環境に身を置くっていうのが一番自然と伸びるかなって思うし、考え事を英語でしてみたり、独り言を英語で言ってみたりとか、ちょっと日本語で考えるとき英語だとどういう考えになるかなっていうのを頭で変換してみたりとか、 Netflix とかでドラマとか海外ドラマ見るときも字幕を英語にしてみるとか、英語をできるだけ見て使って聞いてっていう環境に家にいてもできると思うので、英語しかも入れないっていうぐらいの状況に身を置くと結構上達は早いんじゃないかなと思います。続いて趣味はっていう質問。趣味は、私おしゃれなカフェとかカフェ巡りすごく好きなんで、おしゃれカフェ巡りとか筋トレも趣味に入るのかな。なんか最近私体めっちゃ硬いわけじゃないんですけど、ヨガのクラスとかたまに受けるとめちゃくちゃ柔軟な方とかいてめっちゃ憧れるんですよ。足なんかここまで上がるとか、うわあのぐらい柔らかくなりたいなって思うから、なんかヨガもっと極めたいなっていうのは最近思ってます。あとはね、水色グッズ収集は趣味ですね本当に身の回りのものがね、もうどんどん水色になってくんですよ。この iPad ケースもだし、このキーボードもそうだし、タンブラーとかもタオルとかも全部水色なんで、なんかね、もうこれは趣味というかもう癖ですね続いて好きな K-POP アイドルはですね、好きな K-POP アイドルはもうたくさんいるんですけど、私このグループをずっと推してますっていうよりも本当に今まで雑食ペンっていう感じでいろんなグループが好きなんですけど、今はねルセラフィムとかニュージーンズ、あとアイドルで男性だと NCT ライズも好きだしかな。もう K-POP アイドルの入りは少女時代東方神起でした。少女時代の G の PV も永遠リピですそこで K-POP 沼にハマって、そこから少女時代東方神起、ビッグバン、シャイニー、ティーントップ、ビースト、カラー、エイピンク、モネック、トゥワイス、ブラックピンク、もうなんかもうほんといろいろ、もうめちゃくちゃ雑食ペンで、バンタも大好きでしたね。そう、今もう本当に新しい子たちがたくさん出てきてて、全部は終えてないんですけど、最近イチオシの子はベビーモンスターのあのアヒョンちゃん、もうラブです。可愛すぎる。続いてタクトレ、ジムトレ、ピラティスヨガおすすめはっていうのあるんですけど、これもなんか自分のなりたい体とか自分のライフスタイルによって変わってくるかなって思うんですけど、トレーニング初心者でジムに行く時間もお金もないっていう方はタクトレでも全然十分だと思うし、最初はね私もタクトレスタートだったんで、なんか日常の中で運動を取り入れたいなっていうぐらいだったらタクトレでも全然いいと思います。だけどタクトレに慣れてきてちょっと刺激が足りないなとか、もっと筋肉つけたいなっていう方はジムに行ってしっかり重量を扱うことで本当に体もどんどん変わってくるし、もっと本気で筋トレしたいっていう方はねジムがおすすめです。こうガシッと筋肉つけたくないけど体を引き締めたい、あと姿勢改善したいとかいう方は、まあ、ピラティスがおすすめです。ピラティスはね外側の筋肉を鍛えるんじゃなくてインナーマッスルを鍛えるので、なんか姿勢がこうスッと良くなる感覚があるし、体を引き締めて本来の綺麗な姿勢に正す、整えるっていうようなイメージですね。まあ、柔軟性を高めたいとかリラックスしながら体にいいことをしたいとかっていう場合はヨガがおすすめです。将来何をしたい、したいですか、これからしたいこととか何かありますかっていう質問なんですけど、この YouTube チャンネルに関してはこれからもっともっといろんな筋トレ以外にも私のライフスタイルとか、私のブログのタイトルにもよくしている太らない習慣っていうのをもっと発信していきたいなって思うし、筋トレでついた自信を持っていろいろやってみたことで YouTube もこれだけたくさんの方に見ていただけるチャンネルに成長したし、こうやってマレーシア行ってみようって思ってきたことでなんかもっと海外で活躍できる女性になりたいなっていう思いも芽生えたし、好きなことを後押しできるようなね人になりたいなって思ってます。で、私の今後やっていきたいことはライフスタイルだったりフィットネスのブランドを立ち上げて、そのみんなの生活に少しでもね好きをプラスできるような商品をねいろいろ作っていきたいなって思ってます。そうなんで、みんなのモチベが上がるような可愛いアイテムとかも作りたいなって思ってるんですよ。で、あと食事の Vlog の発信とかもよくしてると思うんですけど、食事面で意識してるのは腸活で、腸内環境を整えることによってやっぱり痩せやすい体づくりにもつながるなって思うので、その腸活を意識した体にいい成分を詰め込んだ昆布茶を今作ってるのでね、それも早く皆さんに届けたいなって思ってます。もし完成したらね告知します。なんでちょっと長くなっちゃったけど私についていろいろ話せたかなと思うので、
ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。これからの、ね、動画のリクエストとかあったらぜひぜひコメントで教えてください。結構動画見てくださってる皆さんとねもっと近い距離にいたいなって思うし、みんなの悩みを解決できるような動画も作っていきたいなって思ってるのでね、またこういうあの Q&A 動画もね定期的に撮りたいなって思ってるので、その時にもねお答えできればなと思ってます。じゃあ今日も動画見てくださってありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you guys so much for watching my video. If you have any requests, do let me know in the comments or you can send me DM on IG. I hope you guys enjoy this video and I will see you guys later. Bye!